るかな。この聖杯は都合よく解釈して願いを叶えてしまうため、願いを言う際には注意が必要かと。さすがは藤村先生ゆかりの聖杯だわ。でも次で最後か。最後は桜だな。もう決まってるのか。あ、はい、一応は。桜のことだから神事を構成させたいとかか。いいわねそれ。ついでにあの鬱陶しいワカメヘアも構成してくれるともっと嬉しいわね。もう先輩たちったら、聖杯で兄さんを構成させるくらいならとどめを刺してもらいますよ。じゃあもっと胸が大きくなりますようにとか。欲張り目。違いますって。そうですね、私は私の好きな人が私を好きになるってお願いしてもいいですか。ふーん、どうする、エミヤ君。どうするも何も、うまくいけばいいんじゃないのか。ああ、そう、エミヤ君に聞いた私がバカだったわ。さて、お嬢ちゃんの願い事を叶えてもいいのかの。はい、お願いします。気になるあいつは軍曹恐れ入り屋の騎士墓人。どうでもいいけど、この掛け声はなんとかならないのかしら。よし、完了じゃ。思い人はお嬢ちゃんしか目に入らぬであろうて。そういうことみたいですけど、どうでしょうか先輩。あ、シロ、どうしましたか。シロの様子がおかしい。まさかチャームの魔術がかかったの。本当にさくらにぞっこんラブ。先輩大丈夫ですか。どこか調子悪いんですか。先輩こんなところでいきなりなんて。こんなところじゃなきゃいいのかな。いきなりじゃなければいいとも取れますが。ちょっと、それよりも今のまあまって。まあ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 、あれ、先輩藤村先生、これって一体どうしちゃったんですか。今までの四郎がお主に突如ラブラブだと、他のメンバーから何かと角が立つからの。虎聖杯の計らいで今目の前にいる四郎は設定年齢2歳蟹座の B 型になったのじゃ。すなわち今やお嬢ちゃんのことしか目に入らぬベイビー。たっぷりと可愛がってあげるがよかろう。つまり四郎が子供で桜が母親。私が先輩のお母さん。ママ。うわ。先輩がこんな近くで、無防備で。ああ、もう、かわいい。ごめんなさい。あまりにも可愛くて、つい。よし。大丈夫ですよ。先輩、いえ、シロちゃんは可愛いですね。一見平和な光景だけど、特殊な店にいるような気がしてならないわ。ほーら、シロちゃん、いい子。さくらばっかりずるい。どう。あ、イリアさん。ほーら、シロ、本当のお姉ちゃんですよ。ちょっとイリアさん、うちのシロちゃんに変なこと言わないでください。変じゃないもん。シロはね、大きくなったらお姉ちゃんのお婿さんになるんですよ。お母さんはそんなこと許しません。ケチ、ちょっとくらいいいじゃない。ダメです、シロちゃんは大きくなったら私と結婚するんです。頭痛くなってきたわ。もう、あ、ちょっとしろ、しっかりしなさいよ。ちょっと、なんてことするんですか。いや、その、
見るに見かねてというか嫉妬ですか。見苦しいですね。いいから姉さんはあっちでセーバーさんにご飯でも作ってあげてください。さくら、さくらが騎士星になっちゃったわよ。ほーらシロちゃん、もう安心ですよ。赤い悪魔はママが追い払ってあげましたからね。ママ、ママ。セーバー、私は姉失格だわ。さくらが冥府魔道に落ちるのを止められない。しかしリン、あれが罪人の目でしょうか。透き通っているわ。あれはあれで幸せの形なの。ママ、おっぱい、おっぱい。先輩、シロちゃん、全年齢対象玉なのにそんなこと。エッチ。赤ん坊の要求にエッチだなんて答える親がいるか。でも私はママだし当然のことよね。一肌脱いじゃわないとダメよね。トラ聖杯、トラ聖杯、今すぐ終わりにして。これ以上はいろいろな検閲に引っかかるわ。待ってください姉さん、今が勝利の天皇さんなんですよ。なおさら問答無用よ。さあお仕置きの時間じゃよ、ベイビー。ゲッ、ゲドー。あれ、もう終わったのかって、さくらの願いは叶ったのか。はい、先輩。素晴らしいひとときでした。私絶対にトラ聖杯を手に入れてみせますから。さくらがいつになくやる気に満ちている。何があったんだ。シロが私の弟でも、ね、はいはい、皆まで言うな。ねえシロ、世の中には知らないままでいた方がいいこともあるのよ。なんだよその複雑な表情は。ってセイバーまで目を合わせないなんて。何があったんだ。絶対幸せになりましょうね、シロちゃん。ちゃん、はい、お疲れ様でした。トラ聖杯の体験版はここまで。お帰りなさいであります、師匠。うむ、大儀であったぞよ、弟子。